これより我が軍は宇宙要塞アクシズに対する攻略作戦を開始する。諸君らの健闘に期待する。敵エリア俺の目的は他に。Thank you.
エル、イノ、準備はいいな？任せといて。ジド、よろしく頼むよ。神優君、君の敵と感じ合うセンスは良いパイロットになれる証拠だ。アムロさんのようにですか？いや、僕の二の舞だけは踏むんじゃない。敵と感じ合うことが悲劇を生むこともある。気をつけるんだ。はい。なぜあなたは素性を隠すのです？卑怯ですよ、シャーズナブル。名乗った方がすっきりします。今の私はクワトロバジーナだ。それ以上でもそれ以下でもない。歯を食いしばれ。そんな大人修正してやる。これが若さか。正々堂々と戦えば負けはせんもの。くそ、まるで道化だな。素性を隠してまで私は戦い続けている。置いた方がいい。戦いは前後の戦術の優劣によって決まるのさ。敵か、叩き落としてやる。こいつはいけるか。
き落としてやる。一人の身勝手さが時には部隊を全滅させることもある。気をつけろよ。はい、わかりました。Thank you.
なた方に手を貸すわけに。これが戦場の俺だってやった。いる、敵の部隊か。落ちろ。人は変わってゆく。無限の攻撃に点で点数上げないと。頭と体を使えば勝てる。シャングリラでは。
俺はキャプテン。やはり you
田中少佐。よし、私だ。まるで買いかぶっ。開発部より諜報部戦闘を再開します。報告します。我が敵全勢力。クワトロ・バジーナ率いるエウーゴは戦いに勝利し、地球連邦政府にスペースノイドの権利を認めさせる。そして志半ばで倒れた前エウーゴ代表ブレックス・フォーラの悲願であるスペースコロニーの自治権拡大という目的をついに実現したのである。だが偉業を成し遂げた英雄は目的の達成を見届けると人知れず姿を消した。英雄の失踪、その行為に誰もが首をかしげ、深い感謝とともに一抹の不安を胸に抱く。常人ならざる彼の真意をうかがい知ることなどできまい。だが彼を知る者は言う、彼はクワトロ・バジーナとしての役割を終えただけであると。いつの日にかかの英雄は歴史の表舞台に舞い戻ってくるはずだ。人類を救い人を革新へと導くために。